それだけ。混ぜた方がいいよね。混ぜる。混ぜるんですかね、これ。特製麺なんで、今日の日のために。普段とまた違った麺。全然違う。極太の麺を手もみにして、もちもちにしたっていうので。混ぜるのも人食ってすごい大変。順々に混ぜます。食べ応えすごいですね、これ。大丈夫です。この麺だともうミート君食べたいなっていうのがあって、今日限定試作の段階で一回食べさせてもらって、それよりも結構本当になんかもちもちになってるので、手もみしたんですか。そう、うどんみたいなのを手もみで結構やばいですね。もみましたね。握力がなくなってきました。重さが上がる。
私の場合、早いですよ。そんな早くないですよ。早くないですよ。気のせいです。全然見えない。混ぜましょうか。あ、大丈夫です。パントマイムにやっちゃってます、ね。
いや、美味しいです。番で結構ワシワシな感じでやらせてもらって、めちゃめちゃ美味いですよね。ありがとうございます。マスクを脱ぐときはこういうところなのよ。鼻開けてくる。やれば開けた方がいい。全部ですよね。先ちょ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 。すごくこう上品な天狗なんですよ。中合わせびっしょです。5人ぐらいいないかくらい。
大村さんも麺増し。麺増し。あ、じゃあ多分300。麺増しで。300。かなりボリュームありますよ、これ。すごい、あの、子供迎え行ったって、また食べに来ようかなってちょっと迷ってた。思っちゃうね。食べた方がいいって言われると、じゃあ食べに戻ってこようかな。ここ柔道してきたら私、ゲート迎えに行ったら来ようかなって。一番手が35分とか15分くらいは食えない。ビールも飲みたいです。それは別腹です。ここのおつまみ美味しい、好きなんですよ。あ、そうなんですか。鶏皮炒めとか、うん、じゃあ、野菜もと、なんか、ベーコンとか、ピーマンとか、ここに来た時によく話をするのに、新村さんはよく来てくれてるんですっていう話はもうずっと、うん、そのおつまみまで知ってる。自分の家から一番近いの、ね、あるけどこれって歩いて来られる。締めた時は最初つまみとか餃子とかでビールを3本飲んで、締め食べて、まぜそばとか食べる時はまぜそばの具でまた飲んで、わずかです。もうわずかです。今日乗っけてきてもらったみたいな。出るんだよな。どっちも別に。ミート君の絶対この肉質合うんですよ、この麺の感じだと。今日だけですか、確認して、今日だけって言われて、戻ってきて。多分麺はまだあるとは思うんですけど、ちょっと確認して帰ろうかな。まずそば全部この麺なんですか。今日のにこの麺でまずそば用意したっていうことなんですけど、多分通常のお客さんは通常の麺もあるんじゃないですかね。あ、でもそうですよね。食べ慣れてる方が。びっくりしました。全然ペース落ちずですね、落ちないですよね。すごい。うわぁ。うわぁ。